ちょっと踏んだ時にものすごい加速をしますよね。なんかね、表現がちょっと難しいんですけど、なんかこう後ろからなんかこう蹴っ飛ばされたような感じっていうか、そんな感じで加速してくれますね。で、前のモデルの63はもうちょっとその加速のフィーリングが荒かったと思うんですけど、この新しいモデルはですね、もうちょっとこうマイルドな感じで力強く加速してくれるという感じですね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はメルセデスベンツ AMG G63 のご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、メルセデスベンツ G63 ということなんですけれども、先日ですね、同じモデルの G350D というですね、ディーゼルモデルのご紹介を、させていただいたばかりなんですけれども、同じカラーリングのですね、オブチニアンブラックというですね、黒のボディカラーの G63 というモデルになります。ご存知の通り、G クラスっていうのはですね、一応その3つ、グレードが大きくありまして、ディーゼルモデルのものがですね、G350 とか G400 というモデルのもの、もう一つは G550 で、最上級の AMG の G63 というですね、3つがあると思うんですけど、この前お話しさせていただいたと思うんですけれども、G のですね、ディーゼルモデルっていうのが、一般的にですね、軍用車から派生した、G クラスというところでいうと、本命というところで、実際にですね、このスーパーカーに乗せるような V8 のツインターボのですね、586馬力のエンジンをこの、SUV に乗せてしまうっていうのがですね、ちょっと規格外というところなんですよね。で、かなり狭い層の人に受ける車というふうにですね、一般的には思われがちなんですけど、これがですね、もう市民権を得てしまったというか、もう G63 っていうのがですね、選択肢の、G クラスとかゲレンデバーゲンっていうね、この G クラスを、考えられている方がですね、結構選択肢としていられる方が非常に多いということで、大変人気のある車になってしまったというですね、感じです。車的にはですね、はっきり言って一般の車ではないというところで、こういう形をしているんですけど、私の中のカテゴライズとしてはですね、ちょっとスーパーカーのようなですね、感じの車というふうな見方をしているんですけれども、見方がこんな、見た感じがですね、こういう SUV なんで、もう普通の車っぽく見えるんですけど、中身はもうスーパーカーみたいなものだということなんですね。で、この AMG モデルのですね、特徴としては、ここにこのパナメニカーナグリルというものがあって、これ、なんちゃってパナメニカーナグリルをしている車なんかもあったりするんですけど、ちなみにこれ本物のグリルっていうのをですね、単体で一回ドイツで取り寄せたことがあるんですけど、結構な金額でした。80万とか100万とか多分したと思うんですよね。結構高額なものになるんですけれども、もちろんこの AMG の63は標準でこのグリルがついているということなんですね。で、前のモデルの63とですね、比較すると、結構大きく変わってきていることがあるんですけど、ボディサイズもそうなんですけれども、こういったですね、ライトとかもですね、 LED のヘッドライトで、アダプティブな感じのですね、車のこう、操作にこの連動してこう動くみたいな、ね、感じのものが、あるということなんですね。で、そういったその違いが、出てきているということなんですけど、あとはもう見た感じっていうのはですね、もうたまたまなんですけど、ここにその前のモデルの63がちょうどあるんですよ。これ結構希少かなと思うんですけど、黒のですね、やつで納車準備中ということなんですけれども、見た感じはですね、パッと見どうですかね、結構近いという感じに感じられるんじゃないかなと思うんですけど、これがですね、G クラス、まさにこれが物語っているところなんですけど、この形のものっていうのが大きく変わってはないんですけれども、実際はですね、機関的なものでいうと、例えば足回りのですね、もの自体がですね、まずその形式自体が変わっているというところで、いわゆるそのラックオピニオンって言われているような、直付けをしているその足回りっていうのと、ダブルウィッシュボーンって言われている独立型のですね、
このサスペンションというものに変えられているということで、まあそのダブルウィッシュボーンに変わったらまあどうなるかみたいな部分というのは、またその、まあ、あの走行のインプレッションとかの中でもですね、おそらくその言及する部分が出てくるかなと思うんですけど、まあ、そういった大きな変化というのも実は合っているということで、かなり大きくですね、この新型のモデルになって刷新された部分というのがあるんですけれども、見た目を大きく変えないというところがですね、メルセデス・ベンツが G クラスというものにどのようなですね、こうカテゴライズをしているかというのが、そのあたりにもこう見えてくることがあるんじゃないかなというふうに思っております。でこの車はですね、令和2年の9月登録ということで比較的新しくて、かつ走行距離も5000キロ未満と、今4000キロ台の走行距離ということで、かなり新車から見ると非常に近い感じのですね、ものになってまして、外装内装もですね、ほとんどあのマイナス点がないという車になっております。まあ、そのあたりもですね、動画の中でも少しずつですね、こう確認していただければいいかなというふうに思います。まあ、この車もですね、近日中に AIS 査定というですね、査定をつけたいというふうに思っているんですけれども、まあ、その査定もですね、おそらく5点の内外装 A というのがつくのはほぼ確実じゃないかなというふうに思ってまして、まあ、そういったですね、新車前とした車であるということですね。で足回りとかを見ていきたいと思うんですけれども、こちらはですね、純正のアルミホイールで純正のタイヤがそのままついているということで、タイヤのインチはですね、20インチのタイヤをチョイスされております。まあ、これがですね、マニファクチュアエディションであったりとか、まあ、そういった特別モデルになると、まあ、21インチとか22インチとかですね、色がマットブラックとか、まあ、そういったものをチョイスしているあのモデルっていうのもあるんですけれども、まあ、こうノーマルのですね、このホイールというのをチョイスされているということになっております。で横を見ていきたいと思いますね。まあ、当然この横2本、2本2本の4本出しマフラーというふうになっているんですけれども、まあ、V8 のサウンドがですね、ものすごいあのこう重低音の音というのがですね、なるので、後からちょっとそのあたりも、ちょっとこう堪能していただければいいかなというふうに思っております。前後ともですね、タイヤの目もほとんど残っている状態で、瓦礫傷も全くないという状態になっております。でリア見ていきたいと思いますね。これだけ綺麗だと、この辺に傷があるんですけどみたいなのをですね、説明する必要がないので、ある意味では楽だなというところなんですけど、まあ、車の状態としてはですね、おそらくこの車ってですね、今2022年の10月の24日現在ではですね、ちょっと調べてみると、カーセンサーとか見ていったらですね、まあ、令和2年から令和3年でですね、走行距離が1万キロ未満の右ハンドルの黒っていうとないんですよ、1台も。ということはこの車しかないというふうなところもあるので、おそらくですね、まあ、その車を全国で探していかれたら、まあ、福岡、弊社ね、福岡で今営業させていただいてますけど、福岡にちょっと見に行こうかなという感じよりは、東京や大阪や名古屋、まあ、そういったところの人がですね、 YouTube を通じて見ていただいたら、あ、これ福岡の会社なんだというところでですね、ただ遠方だからなかなか見に行けないなみたいなことが、まあ、しょっちゅうあると思うんですね。まあ、そういった中でもこういった動画でですね、車の状態っていうのを見ていただいて、この、まあ購入のですね、まあ、判断をしていただくという機会も結構あると思うんですけど、まあ、そういった方がですね、実際に弊社の方に、まあ、ショールームに来ていただいて見ていただいたとしても、おそらくこの外装面とかで、この問題があるというふうにですね、思われる場所、箇所っていうのはないのかなというですね、まあ、自信を持ってお勧めできる、コンディションということになっております。はい、エンジンルームを見ていきたいと思います。もうエンジンルームのこの辺りのカバーとかも当たり前ですけど、むちゃくちゃ綺麗ですね。全く、まあ、新車で買いましたっていうぐらいの感じの、まあ、印象というところになります。でこの車のやっぱ何がすごいかって、このエンジンルームにですね、まあ、いわゆるメルセデス・ベンツの AMG の、いわゆる GT とかですね、 GTR とかに使われているようなエンジンっていうのがこの SUV に乗せてしまってるっていうところがすごいと思うんですね。ものすごいアンバランスだと思うんですよ。
本来は、まあ、なんかその悪路をこう、ね、走破していくような感じの車で、まあ、大体ディーゼルで、まあ、そういったその強いトルクを使ってですね、まあ、そういったところを走破していくみたいな部分があるんですけど、普通はあんまり想定されていないようなですね、多分時速、まあ、200数十キロで巡航するとかっていうような使い方っていうのを軽々しくできてしまうと、場合によってはですね、このワインディングで、まあ、スポーツカー並みの走りをしてしまうというようなことが可能になっているというところがすごいんですよね。だからマーケティング的に言うと、こんなのを買う人っているんだろうかって多分あったと思うんですけど、これがね、なんか憧れの車というかね、まあ、そういった感じになってくるというふうに今もなってるわけですね。 G クラスの一応最高峰の車になっているので、まあ、そういったですねラグジュアリー感みたいな、もう後から内装のですね説明もさせていただきたいと思うんですけど、そういうふうに、まあカテゴライズされている、まあ、車でちょっとこう市民権というかね、まあ、そういうものを得てしまっているというところがね、まあ、驚きだなというふうに思いますね。まあ、そのあたりのですね、まあ、車走ったらどんな感じかというのを、まあ、全開するような場所っていうのはなかなかないんですけれども、まあ、後ほどですねちょっとそのあたりも、まあ一緒にこう体感していただくという感じで、走行インプレッションもしてみたいと思っております。はい、内装をですね見ていきたいと思います。内装がですね、このシートがですね、いわゆるこのダイヤモンドステッチの、シートになっていて、でこの革のですね、素材っていうのがナパレザーって言われているもので、少し柔らかい感じのですねレザーになっております。まあ、一般的なですね G クラスっていうとちょっと硬めのですね、こうザクッとした感じのですねこの革を使われていると思うんですけど、ちょっと繊細な感じの革を使われているということになってまして、前のモデルのですね車は同じダイヤモンドステッチでもちょっとですねこれ縦長になっていると思うんですけど、こう正方形のような感じのですね、まあ、ちょっとこう細かい感じのステッチになったのがちょっとざっくりとした感じになっているということになっております。ちょっと乗ってみたいと思いますね。で乗るときはですね、まあ、このステップに足をかけてハンドルを持ってこのように乗るという感じですね。結構、まあ、着座位置は当然高いということになってます。まあ、場合によってはですね、この下にさらにステップをガバッと落ちるように階段のようにですね、するようにされている方も中にはいらっしゃるんですけれども、まあ、そういったこともですねやろうと思ったらすることができるというところなんですね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。なんといってもですね、このモニターが 12.3 インチのモニターがこの2つこういうふうに並んでるんですよね。で G クラスが一番最初に導入されてきた時って、この63とですね550が先行して確か日本には入ってきてるんですよね。まあ、その後にこの 350D っていうのが追加されたような感じになってると思うんですけど、まあ、この横長のですねこのインストルメントパネルと言われているですね、これ情報パネルみたいな感じの意味になるんですけど、これがですね、まあ、メルセデスベンツの S クラスとか E クラスとか、まあ、今の新しいモデルの、まあ、スタンダードになってきているというところなんですけれども、 G クラスもですね、例外なく導入されているということで、これもすごいですよね。それと、このデザインというところなんですけど、これ私の試験も入るんですけど、もうメルセデスベンツの内装っていうのは僕世界で一番だと思ってるんですよね。何がすごいかって、このデザインのですねスポーツラグジュアリーというところのかっこよさは群を抜いてると思います。これはフェラーリであってもランボルギーニであっても内装はですねもう絶対ベンツがかっこいいと思うんですよ。なんかこのスポーツラグジュアリーって感じでいくと、特にですねもう細かいところなんですけど、こういったその、アルミの使い方であったりとかボタンであったりとか、こういうこの質感ですね、こういったところのかっこよさっていうのは洗練されてるなという感じがしてます。これがその G クラスが
まあ、昔のゲレンデバーゲンと言われている時っていうのは武骨な感じの内装に、まあ、外装もそんな感じだったりとかするわけなんですけど、これがですね、外装が昔の武骨な感じの外装をそのまま踏襲されていきつつですね、実際は中身はですね、こういったそのこう快適装備だったりとか、まあ、このスポーツラグジュアリー的なですね、内装っていうものに仕上げてるっていうところのギャップというか、そういった部分がすごいバランスよくかっこいいというふうに思えるというところですね。あと装備的な部分なんですけれども、こちらはですね、レザーエクスクルーシブパッケージというふうになってまして、これもオプションでいうと、うん、70数万円ぐらいのですねオプションになってくると思うんですけれども、これがですね、どういうところがあるかっていうと、ちょっと運転席分かりにくい、助手席になりましょうかね。こちらですね、これシートクーラーですね。こちらがベンチレーターと言われているやつなんですけど、このベンチレーターっていうのがいわゆるこうシートクーラーですね、まあ、こういったものが標準でついていて、リアのですねシートヒーターも、左右ともついているということで、あとはですね、この見ていただくと、このシートのですね、設定のところでこのリラクゼーションとかですね、こういったものがついております。ちょっとやってみましょうかね。リラクゼーション、ホットリラクゼーションってやつを押してみます。お、動き出しましたね。これって運転しながらやるんですかね。止まってる時にやるのかな。なんかね、今背中のですね、こうリラクゼーションっていうのをこうやってくれてるということですね。強力っていう風になるとちょっと強いのかな。うん。なんかね、やっぱね、マッサージチェアのなんか。ものすごい強力な感じっていうのはちょっと感じられないかなというところなんですけど、まあ、いくつかですねこういう設定ができるということと、あとは上のこのスライディングルーフがですね、まあ、挟み込み防止とかこういったものが、付帯しているということになっております。あとは、このブルメスターサウンドっていうのがですね、この車ついておりまして、このもうおなじみのこの感じですよね。このスピーカーのカバーっていうのが、まあ、これがついているという部分になってきますね。まあ、この上にもなんかありますけれども、非常にその広がりのある音楽っていうのを聞くことができるということになってます。で、この V8 のサウンド自体もどうですかね。乗ってて今喋ってても全くそのなんかこう嫌な音って中に入ってこないと思うんですけれども、まあ、そういったですねバランスっていうのをしっかりとこう、いい心地いい音楽、音っていうのを中に入れていく、あとは、耳障りなものを排除していくというようなですね感じになっていて、非常に快適な空間ということになってますね。とはね、この時計とかもすごいですよね。 IWC の時計っていうのがこれインストールされてるんですけれども、ここになんかこう高級な腕時計が1個ついてるというような感じになりますね。このあたりもこの、そのスポーツラグジュアリーの内装にぴったり合ってるじゃないですか。まあ、このあたりからもですね、非常にそのこの内装のですね、こう、まあ、ステータスの高さというか、そういった部分が非常に見えてくるかなという感じですね。で、このあたりもですね、まあ、本格的な、このオフロード走行っていうのを可能にしていくというところで、この走行のですね、シーンによってこのボタンを使い分けることができるということですね。このあたりはどうですかね。ほとんど使う人がいないと思うんですね。デフロックだとかなんとかだとかっていうのがあるんですけど、そんな、まあ、際どい感じの場所でこの車に乗る機会ってあんまないのかなっていうふうに思うんですけど、ただそういう装備が、まあ、こういう形の車であるからなんちゃってじゃない方がいいよねっていうのは多分皆さん思われると思うんですけれども、まあ、そういったですね装備っていうのをしっかりとこうあるということで、まあ、総合的に見てですね、とにかく一つ一つのものが、まあ、最高級の、ラグジュアリーカーでもあるというところがですね、面白いところじゃないかなというふうに思います。はい、リアシートですね、見ていきたいと思います。まあ、リアシートもですね、広さ的には前のモデルよりは
多少は広くなったかなという感じですかね。まあそのこの車って毎回その G クラスの解説をさせていただくときによくお伝えするんですけれども、なんか大きな車っていうイメージが、まあ、あるじゃないですか。なんでその、なんか乗ったら広々とした空間がこの中にあるんじゃないかというふうにちょっと連想してしまうんですけど、意外と広くないということなんですね。あのシンガポールに行った時にマーライオンが意外と大きくなかったみたいなのがあると思うんですけど、あの実際そのなんかこうテレビの画面とかで見るとなんかその大きななんかものがあるみたいな感覚がどっかにあるような気がするんですけど、まあ、G クラスもですね実際乗ってみるとまあ そんなに広くはないです。まあ、それもそのはずで、全長というのはですねこれ404m66ということになってまして、ベンツの S クラスのロングとかになると 5m10 とかありますから、だいぶその長さ自体が物理的に、まあ、短いんですよね。で横の幅自体が199、約2メーター弱ということになりますから、今2メーター確かにでかいんですけど、今 GLE とか言うとも2メーター超えたりしてますから、あの決して最大級のでかさというわけでもないんですよね。まあ、そう考えると、まあ、こう内装自体は、まあ、想定内というふうな大きさということになります。まあ、旧モデルから比較すると、まあ4センチとか5センチとかっていうふうに、まあ、そのホイールベース自体も長くなっているということになっているので、まあ、当然その分の広さっていうのは多少感じることができるようになっているというところになりますね。まあ高さがあるのと乗った感じっていうのはですね、横にこう乗る感じというより、なんかこう普通の椅子にこう年掛けるような感じで乗れるようなイメージになってますので、まあ、そう考えるとですね、まあ、5人、まあ、できれば4人で乗りたいかな、まあ、5人で乗っても、まあ、そんなに窮屈感がなく乗っていただくことができるということになってますね。はい、トランクスペースを見ていきたいと思います。トランクスペースはですね、まあ、この車は、まあ、よくですねこの間に板みたいなものを乗せてですね、まあ、そういうものもよく販売してるんですけど、この高さっていうのを生かして収納スペースを確保するというようなですね感じにされている方も結構いらっしゃるんですけれども、この車はまあノーマルの状態になっております。まあ、使用感はですねとにかく少ないということになりますので、まあ、今からそういったカスタマイズをしていきたいという方はですね、この後ろにそういったものを載せられたりとかするのもいいのかなというふうに思いますね。ただもう価格が価格なんで、なんかこうやっぱそのカバーをしたりとか、なんかガシガシ使うっていうのがちょっとはばかられるところが、まあ、正直あると思うんですけど、まあ、そういったところをですね、まあ、その使い方っていうのを工夫しながら、まあ、乗っていただくといいのかなというふうに思います。それではですね走らせていきたいと思います。この今回 G63 の AMG ということなんですけれども、まあ、この車はですね、まあ、令和2年の初期登録ということなんで、まあ、新しいモデルの車ということになるんですけれども、前の車とのですね、まあ、違いはどこにあるかっていうところなんですけど、まあ、こう正常進化してきたまあ、車で特にその形が大きく変わらなかったっていうのが、まあ、この G クラスの一つの特徴になると思うんですけど、まあ、その中でもですね、このモデルになってからっていうのはもうかなりいろんなところに実は手が入っているというところなんですよね。まあ、一番すぐ 目で見て分かるのは、まあ、このインストルメントモニターと言われている
わゆるここは 12.3 インチが2つこうついてるような感じになってると思うんですけど、まあ、これはもう昔のゲレンデバーゲンを知ってる人からするともうちょっとなんか受け入れがたいぐらいの変化というかね、すごいこう進化したという感じになってると思うんですね。で、あの足回りに関してっていうのもかなり大きく変化があって、いわゆるこの、まあ、ダブルウィッシュボーンっていう言われてるですね、まあ、独立型のサスペンションっていうものが、まあ、一般的にその今の、まあ、最近の車って言ったらね、まあ、一括りにするとあれなんですけど、まあ、割と一般的なその足回りにこう変わったということなんですよね。まあ、そうすることによって乗り味的にはですね、まあ、G クラスってこう乗用車なんですけど、まあ、軍用車からのその派生してきたような感じの車というところで、乗り味がなんかトラックっぽい感じの乗り味っていうのが、まあ、どこか残されてたようなんですね、いうところがあったんですけど、これが非常に滑らかになってこう乗り味自体が変わったことにも、まあ、影響してると思うんですけど、あの多くの人が普通に乗れる車になったという感じだと思うんですね。だから昔はゲレンデバーゲンというと街中にほとんど走ってなかったと思うんですけど、今どうですかね、結構見かけると思うんですよね、 G クラスで。もうそう珍しい車じゃなくなったというところがあるんですけど、それはちょっとこういったその乗り味自体をですね、こう変わったことによって客層自体が少し広がったのかなという感じがしますね。でこの車の場合は V8 の 4000cc のですねツインターボを搭載しているということで、馬力は586馬力というですね、馬力になるんですけれども、ものすごいこの太いトルクでこの重たい車体っていうのをガンガン引っ張ってくれる感じなんですよね。重たさ的にはこれ 2.5 トンありますから、この 2.5 トンのこの巨体でですね、0キロからスタートして100キロに到達するまでこれ何秒で行けるかというところなんですけど、この車 4.5 秒で行ってしまうんですね。もうその辺のスポーツカーと何ら変わらない、まあ動力性能というのをこの図体で実現しているというところも非常に興味深いところなんですよね。だからもうこういう車自体が存在しているっていうことに面白みを感じるというところがあると思うんですけれども、実際これだけ そのハイパワーのエンジンをこの SUV に積む必要があるかというところなんですけど、その絶対的なニーズって、まあ、ある意味ではないのかなと思うんですけどね。ただその狭い市場の中でマニアックな人のための車じゃなくなってるっていうところが、まあ、すごい興味深いなというふうに思いますね。いや、これアクセルちょっと踏んだ時にものすごい加速をしますよね。なんかね、表現がちょっと難しいんですけど、なんかこう後ろからなんかこう蹴っ飛ばされたような感じっていうか、そんな感じで加速してくれますね。で前のモデルの63はもうちょっとその加速のフィーリングが荒かったと思うんですけど、この新しいモデルはですね、もうちょっとこうマイルドな感じで力強く加速してくれるという感じですね。あとはこういったワインディングがですね、まあ、この車って苦手そうな感じの車に見えるんですけど、ものすごいクイックにちゃんと曲がってくれるんですよね。なんでこの辺もなんかその遠慮なく走ることができるというところですね。いや、これはいいですね。多分峠でもその高速でもあらゆる場面でストレスに感じることがないですね。でなんか乗りやすさもすごいあるし、街中でも乗れるし、まあ、最強ですね。だからこの車がまあ63で何かあるとしたら、まあ、取り回しの仕方がちょっとね、まあ、小回りが効かないとかね、まあ、そういうのもあるかもしれないですけど、あと燃費があんまりよろしくないというところですかね。まあ、これもその実際に550とか G の 400D とか350っていうのは
ガソリンのタンクが70リッターに対してこの車100リッター入りますから、まあ、それだけ燃費はあんまり良くないというところなんですけど、まあ、それを除いてはかなりですね、いい感じでこうバランスが取れている車というところですかね。ですね、今走行の今モードを見てるんですけれども、これ見るとですね、スリッピー、インディビデュアル、これはまあいろんな設定ができるわけですけど、コンフォート、スポーツで、スポーツプラスっていう風になると、今ちょっと排気音がガバッと大きくなったんですけど、これがこの、バルブ開閉スイッチが今オンになっているという感じですよね。まあ、スポーツモードという感じになるんですけど、これでちょっと ペースを上げて走ってみたいと思いますね。ちょっと今ゆっくりめの車がちょっと行っちゃいましたね。でちょっと、まあ、垣間見る感じというところで走ってみましょうかね。おお、クラスこんな走りをするんだって感じですね。これはすごいですね。あの、まあ、エンジン自体は要はその AMG の GTR とかと、まあ、同じようなエンジンを積んでるわけなんで、もうスーパーカー前とした感じなんですよね。で、足回りとかもやっぱりある程度そのきちんとメルセデスとしても設定している車ということにもなるんで、まあこのぐらいの峠道とかだったら、まあ、全然こなしてしまうっていう感じですよね。いや、これはすごいですね。もう高速道路とかだったらこの勢いでガンガン飛ばしていったら免許何枚あっても足りないでしょうね。いや、もうこれね、あの結構長い距離をこの車で走っていると、ちょっとこうあの調子に乗ってなんかもっともっと攻めていったりとかするとちょっと怖いなっていうのがあるんで、まあこの辺にしておきましょうかね。でもすごい、まあ、峠道とかでもものすごく満足感がある感じですよね。まあ、こういうマニアックなところ、この形にする必要がないやんっていうところで、このスポーツ性能というかね、スーパーカーのようなエンジンを積んでるっていう、まあまあ、効率とかエコとかそういうところと真逆の存在になると思うんですけど、まあ、こんな時代だからこそこんな車に乗るっていう、まあ、矛盾というかね、まあ、そういった部分を楽しめる大人の人、またそういう車を買えるというね、層の人ってなってくると本当にごく限られた人になってくると思うんですけど、まあ、その選ばれし人にとってはですね、やっぱこの車っていうのはいいなって思うんでしょうね。はい、いかがだったでしょうか。メルセデスベンツの G63AMG のご紹介をさせていただきました。とにかくですね、もうこの G クラスっていうのは数が少ない、まあ、新車でオーダーすることすら今はもうできない、もうオーダーができた人もいつ来るかわからないというですね、もう前代未聞のそういった状況に今あって、新車で購入をした時よりも、高い金額で、その車が取引をされているというのがですね、もう今の現状としてあります。一昔前からですね、あのフェラーリとかのですね、ちょっとこう限定車であったりとか、そういうモデルっていうのは昔からそういうことってあったと思うんですけれども、乗用車でそういった現象が起きるっていうのは、まあなかなか、まあ、ここ最近の歴史を見てもなかったわけなんですけど、もう G クラスはですね、まあ、そういう状態に今のところなってきてます。また、今、まあ、空前の円安というですね、状況に今なっておりまして、ちょっと前にね150円を超えたというようなことになってきていて、まあ、すごいニュースにもなってきてると思うんですけど、どうなってるかっていうと、ブランド品であったりとかそういったものがですね、世界中見て日本がかなり安く買えるという国になってしまっているとい
ということなんですね。でメルセデス・ベンツを一つ買うにしてもですね、同じ2000数百万の価格を出したという時にも、まあ、あのドル換算とかユーロ換算にした時にですね、結構安いよねっていうことになってきてしまうわけなんですね。何が起きてくるかっていうと、もう海外から日本からこれ輸入したらいいじゃないかというようなことが、まあ、起きてきているということで、当然ベンツのですね、G クラスっていうのはもう世界的にもあの人気のある車ということになってますので、そういったところのニーズっていうのもあのかなり、強くあるということがあります。ですので数が少ないというところっていうのがですね、またその大きなポイントになってくるかなというふうに思ってて、今回動画の中でもお伝えしたんですけれども、特にまあ低走行の車で右ハンドルでやっぱり黒がいいよねというふうになったら、あの令和2年とか3年のモデルになってくるとですね、もう実際今現在この車しかないということになっているということなんですよね。あのたくさんあれば、まあ、程度を見てとかいろいろあるんですけど、幸運なことにこの車すごい程度がいいです。なので、まあ、見ないで車を買えるというね、方にとっても、まあ、査定ももちろんつけさせていただいて、客観的な評価とこういった動画、あと弊社のですね、私が、まああの市場のですね、インプレッションみたいなものをブログで書かせていただいたりっていうのもしておりますので、まあ、そういったものを総合的に見ていただいてですね、判断の材料にしていただければというふうに思っております。まあ、できればね、2台も3台も同じような車でね、あのこんなんがありますよっていうのをやりたいんですけど、何せオークションとかにも出てこないし、もしあったとしても海外からのオークションと争っていくと勝てないんですよね。とてもとても、まあそのまあ、一般的にいくらで買いたいよねっていう金額でも買えないという感じに今なってきたりとかしているので、まあ、そのあたりもですね、この車を選ぶという一つの理由にもなってくるかと思いますので、ぜひですね、まあ、ご縁のある方はご検討いただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。